香油は、石油、天然ガス、石炭など地下資源由来の炭化水素化合物もしくは、不純物をも含んだ、混合物の総称、鉱物油、鉱物性油とも呼ばれており、一般的には、石油由来の油として広く工業製品等に用いられている。香油でない油とは、例えば動物の脂肪や植物の油脂である。石油由来の物質に、英語のミネラル、漢字の鉱の字が当てられているのは、石油が輪廻の時代など過去の分類学上、鉱物扱いされてきたことの名残である。国際鉱物学連合が定める鉱物の定義については、鉱物の鉱を参照のこと、潤滑油の 90% 以上は香油である。香油系潤滑油の成分のほとんどは、芳香属系炭化水素、パラフィン系炭化水素、ナフテン系炭化水素である。一般的に、間分析で、パラフィンの炭素数が50以上の潤滑油を、パラフィン系、ナフテンの炭素数が30から45をナフテン系と呼ぶ、安価である。粘度範囲は、広く、様々な粘度の香油が存在する。精製では不純物を完全に除去することはできない。一般に、この不純物により、熱安定性が低く、流動点が高い。低くとも摂氏20度で凝固する。このため、不純物がない合成油に比べると使用温度範囲は狭い。香油の潤滑油元油の大半はパラフィン系である。非常に種類が多い。炭素数は C15、C50。分子量は200から700モル。常圧換算沸点は250摂氏600度と範囲は広い。その種類は聖ボルトユニバーサル粘土で区別されている。スース。100回の粘土で60から700程度の、止め分はニュートラル油、減圧蒸留残油を脱げれき精製したものは、ブライトストックと呼ばれる。粘土指数と引火点は、ナフテン系と比べて高い。エンジンオイルに用いられる。原料は、パラフィン系炭化水素を多く含む原油であり、主に、中東アジアから産出される。この原油を常圧蒸留した残油から製造される。通常のパラフィン系潤滑油の製造工程は、溶剤生成法と水素化分解法の2つがある。これとは別に、高精製潤滑油や高粘度指数潤滑油、低流動点潤滑油などの高性能な潤滑油を製造するための特殊な生成工程がある。流動点が低く、パラフィン系で-10摂氏25度なのに対し、-30摂氏50度である。代替フロン以外の冷凍機油や、電気絶縁油に使われる。アニリン点は低く、溶解性が高い。パラフィン系で80から110なのに対し、60から90である。金属加工油、引火元油、粘着剤機材、ゴム配合油浸点油、グリース元油などに使われる。また、カーボンが柔らかい。弁などに堆積したカーボンが取れやすいため、高温用レシプロ型空気圧縮機油に使われる。原料は、ベネズエラ、アメリカ、ロシア、オーストラリアなどの一部の油田から産出される。日本は主にオーストリアのワンドゥ原油を使用している。これらナフテン系原油を常圧蒸留、または減圧蒸留処理をした残油を生成して作られる。生成方法は概ね硫酸洗浄白土処理、溶剤生成、水素化処理の組み合わせである。ナフテン系原油の油田は世界的に枯渇してきており、かつ、高級潤滑油にできる良質の原油はさらに少量であると考えられている。また、生成技術の発展と添加剤の開発により、パラフィン系潤滑油でも一部の性能がナフテン系潤滑油と同等とすることが可能となった。このため、ナフテン系はパラフィン系潤滑油に代替されてきている。エンジンオイル起源前より、天然アスファルトが潤滑剤に用いられた。しかし、容易に利用できる石油資源は偏在していたため、植物や動物由来の油脂と比べて一般化することはなかった。17世紀以降、燃料源として石油の掘削と精製が盛んに行われるようになると、分流した重質油が潤滑油への用途で注目されるようになった。1845年、アメリカ合衆国においてカルシウムグリースが開発されていた。動植物油と比べ安定性などに優れ、他の石油製品と同様に安価であったため、一部の用途を除き動植物油から香油へと移行した。20世紀に入ると、フィッシャーとロプシュ法、ベルギウス法などの発明により、香油を分解、合成して不純物を取り除き、成分を均質化した化学合成油が製造されるようになった。こうした化学合成油はコストや供給面から原料を香油を用いることもあり、出発原料を含める形で工業の香油としてみなすことも可能であるが、香油として扱うことは一般的ではない。なお従来は香油として扱われたものを製品段階で差別化を図るために香油と化学合成油の名称を使い分けることがある。代表格は自動車に用いられるエンジンオイルであるが、これとて香油と化学合成油の定義や境界に議論を挟む余地があり、過去にはメーカーの間で議論となったことがある。香油と化学合成油の違いに関する議論の詳細は、カストロール化学合成油の概念を変えたの項を参照のこと。エネルギー革命以前に植物性、動物性油脂も燃料として用いられていた時代には、ガソリンを香油として区別していた。日本では、その名残として燃料を扱う業者の中には、会社名に香油の名称を用いている業者も存在する。白色ワセリンの冷香油は化粧品や医薬品等にも広く利用されている。代表格は日本薬局型で処方が定義されている白色ワセリンである。これは性質や性状の安定性を保つため、あえて香油を精製した原料を用いて製造しており、ワセリンを二次的に利用した化粧品等も多く流通している。値段が安いことでも知られており、多くの化粧品会社が使用している。ABC、各種潤滑油の製造に使われる、ベースオイルの品質正常。順通ネット21、2017年3月28日、閲覧、Jテクト、ベアリング入門書編集委員会。図解入門よくわかる最新ベアリングの基本と、仕組み ABCDE。パラフィン系元油とナフテン系元油の相違について、日本潤滑油協会。2017年4月5日閲覧、レシプロ型圧縮機油とナフテン元油。順通ネット21、2017年4月5日、閲覧、グリースの歴史特集記事、合成潤滑油その組成と可能性2005、8。ありがとうございます。